はい、今日は一箇条腕押さえの頑張りに対する方法を何点か紹介したいと思います。はい、相手がこう胸をつかみに行きますね。それをこうかわします。で、そして、こういうふうに腕を押さえですね、手首のあたりと足のところを押さえて、こういうふうにしてスーッと、こういうふうにして押さえですね。これが腕押さえですね。ですが、腕押さえも、まあ、下手なうちはちょっといろんなところで頑張られるわけですね。ですから、こうやっておいて、ここまで一気にね、ぐーっといって、いった場合は、ちょっとこう押して崩すとか、もしくは引いて崩すとか、あるんですけど、ここまでいかない場合で頑張れたからですね。こうやって、この辺でこう頑張れたからですね。この場合で頑張れて、場合にちょっと対処が難しいんですが、足がなぜかというと疲れるからね、ちょっと押されるとこうやって足がこう、こうすると足がっていうふうに、意外と足がこう体が起きた状態で疲れるので非常に崩しにくいんですね。相手がここまで行くと足が居ついてしまうので、こうやってちょっと引き崩すのが割合楽になるんですけど、この状態でだと引き崩すにしても相手がこうやって足を使うと非常に倒しにくいようになるんですから、ですからじゃあどうするかというと、ここまで行ってあしたらすぐさま手首に変えて、こういうふうにして、でこういうふうに小手返しの形にこうやって取ります。こういう感じになりますね。でこの時も相手がこう頑張ると技がかかりませんから、ですから足をちょっとね、半歩押したり、ピュッと取りますね。この時に相手の体勢が崩れますから、こうやって、ちょっと連続してやってみましょうか。はい、こういう感じです。はい。じゃあ次ですね。相手が、はい、同じように。で、腕を押さえて、ここで頑張ったとしますね。はい、そしたらですね、手をちょっと滑らせるようにしながら、こちらの足を差し足します。で、手を返して、こうして固定しますね。はい、ちょっとこれを、連続してやってみましょうか。はい、いきます。はい、ちょっと連続してやってみましょう。頑張った。